驚くべきことが起きました。日本はついにここまで来たかという。マッチングアプリで知り合った当日ラブホテルに行って不同意性交容疑で逮捕された男かということですね。マッチングアプリで知り合った女性に性的暴行を加えたとして浜松市に住む塗装業の男に逮捕された。男は行為を認める一方同意があったという趣旨の話をしている。不同意性交で逮捕されたのは浜松市の塗装業の男36歳。焼津市内のラブホテルで成人女性に性的暴行を加えた疑い。6月ですか。成人なんですよ女性、当然ね。事件は女性が警察に相談したことで発覚。焼津署によると2人はマッチングアプリで知り合った。やり取りを重ねた上で顔合わせるのはこの日が初。警察はラブホテルに一緒に行きながらも不同意性交容疑として理由した理由について明らかにしていないが、女性が断れない状況にあったと判断したと見られている。調べに対して男は行為を認めている一方で女性との間で同意があった旨の供述をしているということ。これなんかいろいろとなんか謎に思うんですけど、まずそもそもマッチングアプリってもうや出会い系アプリですよね。そういう目的なんじゃないですかと。会うってことはある程度同意が取られてるって話ですね。やり取りをしてたんですもんね、何回かね。大概のマッチングアプリってのは男が有料なんですよ。お金かかるんですよ。で女無料なんですよ。で男側がまあ大体、LINE とかメール一通50円とか100円とか払ってやると。だからなるべく早めに会いたいわけですよね、男っていうのはね。金かかっちゃうから。重ねた上でじゃあ会いましょうと。だからでも男は大体、ね、こういう場合マッチングアプリで会うってことはやりもくですよ。やりたいから会うんですよね。多分そのやり取りの中で何かしら やろうよとかエロい話もしてたんだと思うんですよね。でいいよってなったからこそ会ったんだと思うんですよね。そして一緒にラブホテルに行ったってことは、まあ、同意があったっていうこと。だからいろんな意味で何段階か踏んでると思うんですよ。まずマッチングアプリで出会うっていうのもそういう目的でしょと。で、その前にやり取りをそのアプリ内で金かけてやってると。でその時点で会うってことはある意味同意をしてるってことだと男は思ったってことだと思うんですよね。で会ってるじゃないですか。でそのまんま、まあ、飲み行ったのか何なのか分かんないですけど、じゃあラブホに行こうよって話になって、まあ、ラブホにいいよとなったんだと思うんですよ。だってそのまま無理やり引っ張っていったら、まず その時点で捕まっちゃうんで、ラブホも通報するでしょうから、それをラブホテルに行った。同意があったと男が取ったんですよね。だから、ここに、まず2段階ぐらいこう行ってるんですよ。で、まあラブホテルの中でエッチしたと。その女性は、いや、それは同意がなかった。っていうことで、警察に駆け込んだ。通常だったら警察は、いやいや、あんただって出会い系で会ってんでしょと。しかも、ラブホテルに一緒に行ったんでしょと。拒まなかったんでしょってなると思うんですよね。それなのに、逮捕されてんのかな、これ。まあ、逮捕されたのか。逮捕されたってことは、どういうことだ。これで逮捕されるんだったら、マッチングアプリやってる人たちの大半は逮捕されるんじゃないですかっていうふうに思うんですよね。だってマッチングアプリって通常誰からも知られずに、そういう性欲を満たすためにやるもんですよ。マッチングアプリでね、オフ会をやっててですね、オフ会をやったりしてたんですよ。その中で来た男性の人から聞いたけど、どういう意図でマッチングアプリやってるんですかって言ったら、そのおじさんは、いや、風俗が悪いですって言うんですよ。やっぱほら素人とやりたいじゃないですかと。風俗も行くけど、風俗はもうそれこそお金払ってその目的で、プロじゃないですか向こうは。風俗嬢っていうプロじゃないですか。でもやっぱそこだとちょっとドキドキ感はないんですよね、出会い系者意図で素人の普通の人たちとセックス目的で会う、それがいいんですよねみたいな、そこそれだけですっていう気持ちはないんですよと。まあ、多分ねそれね大半の男の人の本音だと思うんですよ。でもそのマッチングアプリ登録してるってことは、男側としてもそういうつもりでしょっていう気持ちでやってるんだと思うんですよね。エロ目的でしょと。見知らぬ人とエロいことしたいんでしょっていうふうにとってやってる。だから、会うってことはそういうつもりだよねと。で、ラブホにも行ってんだから、もうやっぱそうじゃないのっていう感じで、この人も
行ったんだと思うんですよ、この塗装工の36歳。え、なんで俺逮捕ってなったんだと思う。だからそこは、なんだろうな、内容っていうんですか、理由を、警察は明らかにしてないってことは、まあ、何かしらの意思の齟齬があったというか、金って話もあるじゃないですか。だいたいその出会い系サイトってお金目的もいるんですよ、女性がね。多いんですよ。個別1号とか、個別2とか、なんかそういう、まあ、いわゆる売春ですよね。それ目的で、で、そのお金払わないから、怒るって話も。じゃあ話違うよっていう話も、それもあり得るんだけど、その話が違うんだったら、まあ、そもそもそうなっちゃうと売春なんで、警察が逮捕するわけもない。逆に女側が、何やってんだよと感じになる。まあ、それこそもう考えられるとしたら、もう脅したとしかないんじゃないのかな。そんなことあんのかなと思いますけどね。ナイフ突きつけられたとか、ぶっ殺すぞとか、なんか、例えば免許証とかをコピー取られて、で、やんなかったら家まで行くぞとか、バラすぞとかね。それが主婦だったりしたら、やんなかったら、お前、俺と会ってることバラすぞとか言ったりとか、まあ、それぐらいしか考えられないなと思ってますけどね。なかなかこれ衝撃的な話ですよ。マッチングアプリでラブホテルまで行って逮捕っていうのは、うん、